ケー。はーい、入っていいの？いいよ、全然。ただ、メイク途中だけど。お疲れすお疲れ。今日密着しようか。何？いや、っていうのも、うん、ここ数日、まあ、特に、4月、はい、スケジュールもオフないぐらいパンパンやん。ギチギチですよ、うん。で、まあ、まあ、今日1日も結構いろんな撮影だったり動く日じゃん、うん。なんで、まあ、一応プレイヤーでもあり、一応ね、会社の社長でもある私、手越優也が今日1日どんな感じでお送りしてんのかっていうの、うん、緊急密着的な感じ。緊急密着。今日、いいんですけど、うん、日曜ですからね。いや、もう関係ないよ。普通はね、だってお休みの日ですよ、うん、週7働いてるから。関係ない関係ない。手越優也のじゃあ日曜にちょっと密着してみよう。そうっす、あ、いいねいいね。サンデー密着ね。サンデー密着いきましょう。あ、いいじゃないですか。今日は何の撮影なんですか？今日は、まあちょっとまた新たな、まあちょっと手越優也をちょっと違うまた角度からこういろいろこう、まあパフォーマンスというかしていくっていうところで 3D ファントムっていう、おお、ホログラムって言ったらいいのかな、はい、ね、それでなんかこう渋谷だったりとかいろんなこう若者ストリートだったりとかで俺がもう 3D でビューンって浮き上がっちゃうみたいな、なんかそういうなんか新しいこともやっていきたいなと思って、それ面白いなと思って、今日そのいろいろこうプログラムで俺がこう動いたりとか映ったりする分の撮影からスタートですね。今日行きの途中でいやちょうど見てたんですけど、ちょうどテゴシュアチャンネルの、朝倉未来くんとのコラボの動画がこうやって送られてきたんで、そのチェック、はいはいはい、で僕が、ね、SNS で見ましたけども、コラボするとお互いがお互いの動画を編集して、動画アップの早め 2,3 日前にこう動画をお互いに送り合って、それをチェックして、まあ、問題はないか字幕の間違いがないかっていうので OK ですよって言って、お互いが日時合わせてアップするんですよね。ちょっとこんな感じでね、一日中いろんなことやりながら動いてるよ、移動中もなんかいろいろやってるよっていうのを。なるほど、撮りますか。撮りましょうよ。はい、はい、撮りました。で、笑顔でも一周していただいて証明。オッケー、一発 OK ですよ。珍しいですね、一発 OK。 いや、いつもだよ。手を重ねることないよ。着替えも密着していいんですか？いや、いいけど別に。サービスショット、別にいいけど。次、ピンク。スーパー GT ね、レースの方でね、いよいよね、コック選手をやるときが来ましてね、はい、いやめっちゃ楽しみなのよ。それがちょうど今日のこの夜に情報解禁なんで、それのコメントを取ってます。忙しいですね。そうです。次の商品、次の商品買いたいと思います。お疲れ様でした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 。ありがとうございました。失礼します。お疲れ様でした。行くところまでね。ちゃんと逆光でした。おい、いやー、あと3分、4分で出走です、大箇所。で今移動しながらスタバを買ってきてもらって、スタバを飲みながらね、次の現場に移動したいと思います。移動の途中で競馬を見る。これぞタイムイズマネー、一切の隙もなし、無駄もなし。これぞ手越しスタイル。元気だな。移動中もこうやってね、美味しいスタバを飲みながら競馬も楽しみながら移動して。いや、すごいな。そうですよ、ボン。スタバはいつもソイラテですね。おさぐれソイラテ好きね。あとさ、今お酒抜いてんじゃん、うん、普段俺甘いものとか一切欲しくもならないんだけど、うん、お酒ってまあ糖質入ってるじゃん、うん、多分俺今までお酒のみで糖質を取ってたわけ。はいはいはい、はい、揚げ物も食べないし甘いものも食べないし、うん、
基本的には糖質高い脂質高いもの食べないから、ただね今もう甘いもの欲しくてしょうがないから、そうなんだね、糖質取ってないから。そういうだけでもあんまないから少ない ね練乳なんでね、豆乳か豆乳ソダッシュ、きれい、白馬のね、白馬のソダッシュ、10夜きた。ソダッシュはスタート悪くない、インコース いいとこにいるぞ、ソダッシュ、ソダッシュね、めちゃくちゃいいじゃん、先行馬だからね、しかもインコース無駄がない。メイケールいった、早くない、7色L、あれ横山さんさすが、メイケールはそんなにいかないだよ、3着以内はいいけど、ちょっと勘弁してよ1着はほんと勘弁、1、2着は絶対ダメ、メイケール。スーティー残れ、スーティー残れ、スーティー残ってよ、残ってよ、分かってるよね俺。うわ、ソダッシュ強っ。あ、いや、レイナス、レイナス、おおおお、おおおお、なんだなんだ、え、うわ、1、2番人気だ、どっち勝った、ソダッシュじゃん、ソダッシュ勝った、すごいじゃん、白馬で、馬玉当たってる、すげえな、馬玉も3連弾当たってますね、おお、おう、あれ払い戻し、安っ、3万8000が当たりじゃん、はい、いくらかけたんでしたっけ、5万1600です1円でも返ってきたらもうこれもう、いやまあ、ね、十分よ、楽しんでたからね、そうそうそう、ちょっとでも返ってきたらもうこれはもう勝ちよ、なるほど、うん、いやすげえ楽しかったもん、最高、しかも育ち勝ってくれて、今後のまた競馬牝馬会が盛り上がるしね、3歳牝馬会は、またやりましょう、そして次行きましょう、次行こう、はい、次は何を、今日次はね、久々のダンスレッスンでございます、おお、はい、踊れるんでしたっけ、踊れるんでしたっけ、一応ずっと踊ってきてるんですよなんなら ちゃんと前生で踊りながら歌ってるんですよ、面白歌うまお兄さんじゃない、違うわ、面白歌うま金髪お兄さんじゃないわ金髪言ってないわあのインスタのストーリーでも、あの俺の踊ってるの一回流しても覚えてる、結構前なんだけど、うん、覚えてます、そう、だから今日だから教えてくれるんだから、その時も出たんだけどその時のお兄さん、そう、その時のお兄さん、その時のお兄さん先生だから本当高校も中学校の同級生だけど、タケルも俺は高校の同級生でね、はい、ずっとそれこそだからこの GT で国家斉唱行く大島和也もう3人同じクラスでずっとやってたわけ、そっか、さっきその話聞いてちょっと衝撃をそうなんですよ、そう、あいつが頑張っているスーパー GT で、こうやってやるのすごいね、そうなんです、そうなんです、漫画みたいですね、同級生とか仲間を、いやもうマジで漫画みたいな、マジで漫画みたい、主人公今日、ただした、えい、うっす、うぃー、サンキュー、ありがとう、お疲れした、ありがとうございました、本日は終わりですか、まだっす、まだ、こっから4月23の歌練があります、今から、えめっちゃダンス踊った後に、そうよ、で、次は歌練、歌練します、ひー初めてのルーブルはなんてことはなかったわ、私だけのモノリザもうとっくに出会ってたから、 Oh, can you give me one last kiss? 燃えるようなキスしよう、笑顔必ず色褪え、夜を覚ませ、自分を研ぎ澄ませ、その熱を解き放て、ただ愛してる今日答えのない背道を転がって始まっている日本にあう作り出すんだ、変わらず変われる未来、いいんですか今日は、はい、いいですか、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました、終わりですか、今日は終わりですね本当だな、今日は家に今母ちゃん来てるんで、お今さっきあの風呂にお湯張っといてって LINE したんでゆっくりお湯使ってストレッチして、で母ちゃんの手料理を食べたいと思います、そして友達が家に来てくれて、あのそのスイッチのいろいろこうデータ共有のね
あの設定を家にやりに来てくれて、そこからゲームしようかなと思います。早く寝ろよ寝る時間もったいねえんだもん。終わってからもったいなくないよ。もったいないよ。寝てる間は回復するかもしれないけど何も意識がないじゃないか、うん、あの撮影に始まりメイクに始まり、移動中は、桜花賞を楽しむ、競馬を楽しむ、そして移動してきて、まあ、あの割と久しぶりのダンスレッスンと、4月23の手越渋谷のイベントの、トヨスピットのイベントのリハーサルと、もう丸一日で、ね、ずっと密着して撮ってもらいましたが、まあ、今日はまあ、ある程度移動多かったとはいえ、大体手越渋谷は毎日こんな感じで動いてます、はい、この先ももうほぼ毎日こんな感じでいろんな現場を移動しながら、いろんなスタッフの方に囲まれながら、いろんな人に応援してもらいながら、月から日曜までね、曜日関係なく動いてますので、ぜひね、この手越渋谷ガンガン攻めてますので、皆さんもね、心のどこかで手越渋谷を置いといていただき、応援していただきたいと思います。というわけで、手越渋谷初めての日曜日に密着させていただきました。というわけでね、この動画良かったよ、手越頑張れよって方はね、コメント、そしてチャンネル登録、そして高評価ぜひお願いします。というわけで今日はこのリハーサル室から以上になります。ありがとうございました。バイバーイ。チャオ。